自分の志向大学だけの対策ができる入試直前対策パックと、初速でライバルに差をつけるスタートダッシュパック、この2つの申し込みを現在受け付けております。詳細は動画概要欄のリンクからチェックしてください。なんでまだ解けない問題があるのかっていうと、単純にそれを発見できてない、もしくは慣れていないから。入試情報から勉強法まで、受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの佐藤です。井上です。じゃあ、はい、本日はですね、本番1ヶ月前、英語の勉強、これだけは伝えておきたい、カンカン同率マーチ編になります。はい、まあ、ケイカさんもね、伝えたいこといっぱいあると思いますがまずは僕から伝えさせてもらいますね。はい、そうですね、まあ、カンカン同率であったりとか、マーチあたりの大学を志望されている方、まあ、とりあえずね、ここまで、本当に勉強頑張ってくれたと思います。まあ、残すところあと1ヶ月あたりになってきて、まあ、ここからどういう勉強のプロセスを描いていくのかって話になってくると思うんですけど、まあ、思い返してもらいたいのは、その受験まで100日を切った時、まあ、学校の先生だったりとか、その塾通われてるのであれば、その塾の先生からその100日切ってからの、時間の過ぎ方っていうのはめちゃくちゃ早いと。はい、もうそれはもう僕たちスタッフも、把握していますし、まあ、受験経験してますからね、めちゃくちゃ早いです。ただ、ここから1ヶ月あと30日程度しかないと思いますが、その30日で、まあ、もちろん新しい知識は増やしていったらいいんですよ、いいんですけど、一番大事なのはここからもう、新しい解き方であったりとか読む方針っていうのはもう生まれてこないと思っておいてください、うん、基本的にはもう今まで君たちが、もう1年弱もうめちゃくちゃ勉強してくれてたわけですから、そこまでで学んできた知識でもう大抵の、入試問題が解けます。で、なんでまだ解けない問題があるのかっていうと、単純にそれを発見できてない、もしくは慣れていないから。なので新しい知識をピックアップしていくというよりも、むしろ今まで学んできたことを思い返して、で今まで教えてくれた人であったりとか、今まで支えてくれた人の顔を全て思い返して、その人たちの力であったりとか支えっていうのを胸の中に秘めて、で期待に応えるように一問一問大切に解いていくっていう風な、まあ、心持ちが大事なんかなという風に僕は思いますね、うん。はい、ケイカさんどうでしょうか。感情論は、まあ、いろんな方々が言ってくれてると思うので、うん、まあ、現実論というか英語的な話をしておくと、はい、次はてかこれ本当にラストになると思うから、うん、入試の時の話をしておくと、丸付けはせん方がいいんじゃないかなって思うかな。そうですね、まあ、センターはもう1日目絶対するなっていうのはもう、うん、もう大半の人が言うことやけども、私立に関してもその英語丸付けしてもそんなに得るものなくない？間違いないです、うん、だからまあ強いて言うのはちょっと記憶にどうしても思い出せない単語があるんやったら、うん、それ見るくらいの感じでいいかなっていうのがあって、どっちかというと選択科目かな、うん、特に暗記系のやつ、社会のやつの丸付けは、まあ、まあ、なんか同じ問題出てくる可能性全然あり得るから、うん、特に実際思ったんが、立教で出た世界史の問題をほぼ同じ構成の大問が別の日の早稲田で出たみたいなのがあるから、はいはい、結構そういう相関性っていうのがあるから、そこだけはチェックしていくのがいいかなと思いますね、うん。まあ、あとはユーマが言ってくれた通りに、ほんまにあとは先月も言ったけど、テクニックに走らないように、うん、どうかお願いします。本当に、ね、自分の力を信じてやってくれたらいいかなと思います。はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいね、お質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちら、ビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを申請しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。